ワルサー P1 はドイツ連邦共和国で製造されていた自動式拳銃である。1956年ドイツ連邦軍は大量に接収されていたナチスドイツ時代の正式拳銃、ワルサー P38 を正式拳銃として採用した。当時の連邦軍内に多かった旧国防軍出身者からの指示もあったため採用にあたっての入札などは行われなかった。 1957年からは一部改良を加えたものが新規に調達され始める。1963年10月まで連邦軍における正式名には旧国防軍時代の P38 がそのまま使われ、国印も P38 のままだった。正式名の変更後は P1 に国印が改められ、さらに軍用生産形を P1 民生用生産形を P38 と呼び分けるようになる。2004年、生産が完全に終了する。ウルムの工場から最後に出荷された P38、P1 の製造番号は473,201で、この銃はカールワルサー社の産業博物館に保管されている。1956年の採用以降、P1 は長らく連邦軍の標準拳銃として使用されてきた。 1990年代に入ってから P8 に更新されたものの、いくつかの部隊では依然として P1 が配備されており、新兵の訓練でも P1 が使用されることがある。また憲兵隊や衛兵大隊の隊員は、儀礼用制服の一部として P1 を装備している。特殊作戦用に、消音器を装着したモデルも少数生産された。分解された P1P1 はグリップ部、ボルト部、 重心、断層の主要な構造に分解することができる。これらの大部分は P38 とほぼ同型だが、ナチスドイツ時代に製造された旧軍向け調達分の P38 と1957年以降に新規製造された連邦軍向け調達分の P38、P1 を比較すると細部に違いが見られた。その後も国印の改定や部品の強化、 材料の変更など、1990年代に第一線を退くまで各種の改良が加えられていった。このほか、生産工場によっても微妙な違いがあるとされる。ありがとうございます。